水槽は液体を貯蔵するための容器、設備。一般に単に水槽と呼称する場合、水生生物の飼育と干渉を目的とした飼育水槽を指す。飲料用水や防火用水を貯めるための水槽のうち、特に水道と直結したものは一般に貯水槽と呼ばれる。熱帯魚を入れた水槽を沖縄中海水族館の大水槽回転寿司店内に置かれた。 海水魚の水槽。生けしとして使われ、活魚をその場で調理できる。水生生物の飼育と干渉を目的としたものは、全面、または一部が透明な素材が使用される。水族館などには、客が生物の行動を観察できるよう、大型の水槽が設置されている。透明な素材としては、アクリル樹脂やプラスチック、ガラスなどが用いられる。 市販の水槽は主に干渉魚を買う目的で使用されるが、陸生の動植物の飼育などにも使用されることがある。スペース確保の面と干渉面から脳型体が一般的だが、局面や球面を持つ変形水槽もある。ガラス水槽の場合、枠があるものと枠がなく、シリコンで接着されただけのものがある。素材としては、ガラス製のものとアクリル製のものに大別され、 前者は主に小型中型水槽に、後者は大型水槽に利用される。ガラス製の特徴として、傷がつきにくい、重い、割れやすい、一体化しにくいなどが挙げられる。アクリル製は、その逆で、傷つきやすい、軽い、割れにくい、一体化しやすいなど。プラケースプラスチック製のありふれた水槽で、量産されたものが、日本各地のペットショップや、ホームセンターなどで売られている。 主に魚、昆虫などを飼う目的で使用される。一般的なものはポリスチレン樹脂やアクリル樹脂を用いた一体形成の透明な容器である。上部にストッパー付きのカゴ状の蓋を持つ。その蓋にはプラスチック製の開閉可能な小窓が装備されている場合が多い。耐久性は蒸気のガラス、アクリルに劣る。規格水槽を多く製造され販売されている水槽であり、 ガラス製のものが多いが、アクリル製のものもある。多くは屋内での使用を前提に設計されている。ペットショップなどで売られている。カッコ内の数字はである。日本では60センチメートルを超える水槽を大型水槽と呼ぶ場合が多い。規格水槽以外の屋内用水槽立方体のキューブ水槽と呼ばれるものもあり、そのサイズも多様である。 30cm、30cm、30cm 30のような立方体水槽の場合、30c と表記される。乱中水槽と呼ばれる背が低い水槽もあり、主に乱中の飼育に用いられる。テーブルやデスクと一体になった水槽や壁に埋め込む水槽などもある。曲面や台形の面を持つ変形水槽もある。これらは一般的に量販店で市販されているものも多いが、 特注で作るものもある。バーツアイ水槽。バーズアイ水槽は上から鮮明に見える干渉魚用水槽。従来の横から見る通常の水槽と異なり、上から干渉することを目的とし、新しいタイプのアクアリウムとして位置づけられている。携帯としてはテーブル型が一般的であり、小さいものでは80センチメートルのソファーテーブル。 大きいものでは5メートルのバーカウンターテーブルがある。日本で考案され、製造されている。金魚や鯉、亀などの飼育、水生植物を栽培などに使用される。FRP でできたものや、コンクリートでできたものがある。無機質で、何の装飾もない脳が多体のもの、自然の岩肌を真似たものなど、形や趣きは様々ある。ドバイ水族館、水量1万トン。 沖縄チュラ海水族館、黒潮の海、水量7500トンリスボン海洋水族館、水量6000トン実験水槽は、工学や生物学などの実験で利用されるもので、潮の満ち日や水位変化を作り出すことができる。公共の防火水槽の冷象防水理の一つとして、防火水槽がある。防火水槽には、消防庁の消防水理の基準により、 市街地などに設置される固定型の防火水槽と消防装法などで使用される下半型の防火水槽がある。固定型の防火水槽には地上または地下に設置されるコンクリートのものなどがあり、下半型の防火水槽には鉄製の枠に樹脂製の水槽を取り付けるものなどがある。その他に地方の各家庭に設置されている古い土を防火水槽として登録・管理を行い、 万が一消火栓等の故障により消火活動に支障が来たした場合に使用できるよう管理している例がある。日本には近世から天水桶という雨水を貯蔵して消防用水とする装置が都市部を中心に存在した。現代では生活用水のための水槽が多く用いられる。供給された浄水道を貯蔵する貯水槽のほか雨の水を貯蔵し、 生活用水とするための雨水タンクが多く用いられる。簡易な雨水タンクの多くはプラスチック製であり、溜めた水は飲用、水まき、水洗式トイレの洗浄水などとして利用される。ありがとうございます。